一口動物図鑑。変わった見た目の動物、バビルサ。今回はそんなバビルサについて少し詳しくなってみましょう。バビルサは、スラウェシ島やトギアン諸島など、インドネシアの一部の地域にのみ生息しているイノシシの仲間で、分類的には、昔はバビルサは一種類しかいないけど、島ごとに、ちょっと特徴あるよねってことで3亜種に分かれてるとされてましたが、よくよく調べたらちょっと特徴あるよねってレベルじゃないじゃんってことで、今は3種類に分かれてます。大きさは80センチから1メートルほど、体重も50キロぐらいで、重くても100キロに行くかというくらいで、日本のイノシシは1メートルから 1.5 メートルくらいで、100キロ超えもザラにいるという感じなので、イノシシよりかはだいぶ小さいです。ちなみに家畜の豚は2メートル近くにもなり、体重は200キロ以上のも普通にいたりします。豚でけえ。特徴はこの発達した、というか発達しすぎたとも言える牙です。バビルサに限らず、イノシシの仲間は犬歯が大きく外側に向かって生えているのが多くて、イボイノシシなんかだとこのようにほぼ真横に向かって生えてます。で、バビルサはというと何を思ったのか外向きどころかそのままぐるりと逆さまになっていて、上に向かって生えていて、鼻と目の間の肉を貫いて伸びているわけです。これが角みたいに見えることから、名前も豚を意味するバビと、鹿っていう意味のルサを足して、バビルサって呼ばれるようになったというわけです。でこの牙ですが、肉を貫いた後はそれように伸びていき、頭の方に向かっていくのですが、ずーっと伸び続けるのでそのまま頭に突き刺さるんじゃね？ってことで、死を見つめる動物なんて呼ばれることもあるんですが、実際には、反って反ってそのまま頭近くをくるんと回って逸れていったり、微妙に外側に伸びていったりと突き刺さるなんてことはほとんどないみたいです。ただ脳天に突き刺さらなくても下の歯もですが綺麗に伸びなかったりで眼球に向かって伸びてたりして、危なくない？っていうか邪魔じゃない？って感じになってるのも結構います。でこんな立派な牙があるってことは、住んでるところは危険な動物がいるのかな？って気がしますが、彼らの住んでるスラウェシ島は、目立った天敵は人間くらいのもので、バビルサを襲うような大型の肉食動物は、ほとんどいません。そもそもこの牙それなりに硬いものの割と折れやすく、武器にするには少々頼りないそうです。じゃあ何のためにあるのかっていうと、モテるためのファッション感覚です。牙の折れたオスよりも長くて立派なオスの方がメスには人気らしく、競争相手を減らすためにも、オス同士は相手の牙を折るために喧嘩をするそうです。平和な島なんだから何もそんなことしなくてもって感じですが、漫画でありがちな清楚系お嬢様がヤンキーに惹かれるみたいな感じで、平和が過ぎるとちょっとやんちゃなくらいの方が魅力的なんですかね。他に、バビルサの特徴としては食べてるものが少し変わっていて、基本的には他のイノシシ同様雑食性で、いろんなものを食べるのですが、特に好んで食べるのが、パンギノキという植物の早実です。この植物の実は1個か2個食べれば十分なくらい栄養豊富なんですが、シアン化合物が多量に含まれていてそのまま食べると大変なことになります。ああ、つまり毒に耐性があるのねって思いますが、そんなのなくて普通に効きます。ただ、バビルサは胃が3つに分かれていて、消化が遅いのでその間に泥水や60度くらいの温泉をガブ飲みすることで体内で解毒するっていう、大ブロックな方法を取るんです。確かに栄養的にも優れてて毒もあるから他の動物も食べないしいいのかもしれませんが、他にいっぱい草があるんだからそれ食べてたらダメなんですかね。で、ついでに言うと、さっきさらっと出てきた胃が3つある件ですが、胃が3つってことは半数するんじゃないかとも言われたりしたそうです。多くの日本人からしたら半数しようがしまいが変わってるねーくらいの話であんまり気になりませんが、ユダヤ教やイスラム教の人たちからすると、結構重要なことだったりして、文武両道頭脳明晰人望激圧天上天下唯我独尊自称正常戦理同風な皆さんであれば、ユダヤ教やイスラム教における禁忌などについてはご存知かと思いますので、察しはつくかもしれませんが、一応お話しさせていただくと、ユダヤ教やイスラム教ではひづめが分かれていなくて、反芻をしない動物は不浄な生き物とされていて、ひづめは分かれてますが反芻しない豚を食べることは避けられています。そのため、3つあるならっていう疑問が、もし反芻するなら扱いが変わってくるのでこれが結構重要というわけです。で結果はというと、別に反芻はしないってことで豚と一緒となり食べることはないそうです。まあ、それ以外の人からすると、そのようなルールはないので食べられてしまうんですけどね。ただ、
そんなこともありつつも今は悲しいことに数が激減して、保護動物となっていて宗教関係なく食べるんじゃねえとなっているのですが、数が減っている原因としては、人の開拓などにより住める環境が減っているというのもありますが、バビルサ独自の理由としては、豚やイノシシは多産の象徴でもあったりして、一度に何頭も産むんですが、バビルサは1年に1回1頭から2頭ほどしか産まないので、なかなか増えにくいっていうのもあるみたいです。ちなみに、バビルサ見てみたいなって思ってる人もいるかもしれませんが、唯一飼育してるのはシンガポール動物園ぐらいだそうです。飼育自体は、警戒心は強いものの懐きやすく、飼育員さんに会うと飛び跳ねて挨拶したりと、結構可愛いみたいですよ。じゃあね。